神社。氏子らによる別称を、王子の宮と言い,い、またちぶさにまつわる、父神様を、信仰対象とすることから、おっぱい神社という愛称もある。岡山県神社町三日名。西温地区の軽部山山六日鎮座。かつて境内に、たらチネの桜と呼ばれるしだれ桜があり、父神様として、乳房の病気、安産育児などの信仰の対象となっていた。 そのため、あたり神社には現在でもちぶさに丸、悪書祈願のため、女性のちぶさをかた取った絵馬が奉納されている。なお、奉納されている絵馬には、完全に手作りのものもあるが、簡単に作成できるキットを、そうじゃきびろ商工会が企画、商品化しており、きびろもてなしの館などで販売されている。もともと地元の氏神様であったためこの風習は、 地元民くらいしか知らなかった。しかし、かつての西音村が、村おこしのため人気テレビ番組、天才、たけしの元気が出るテレビ、に応募し、番組の企画として、村おこしが行われた。この中で、カルベ神社の風習が紹介され、全国的に知られることとなった。ちなみに、祭神は、国のとこたちの命、イザナギの命、アマテラス大臣。 ことかい男命、早玉男命のご神で、父神が実際に祀られているわけではない。また、ご利益も、祭神とは、無関係である。境内にあったしだれ桜で、四方に滝く広がった枝は地面まで達し、風で揺れるたびに境内を吐き清めるほどの大木であったという。花見の季節になると、金剛の住民が集まり、多くの見物人で賑わったとされる。 樹齢四百年頃を迎えた昭和十五年頃に枯死したが、根株は建物の軒下に取り込まれ、現在も残っている。この桜が元になったという小島虎次郎による、たらちねの桜の屏風絵と油絵が、大原美術館に収蔵されている。南北朝時代、剣無元年、福山城主の大絵氏が、木木木に室群熊野より、早玉男命、小都会男命、 イザなぎの村の三上を勘定して、カルベさんの峰に社殿を作り、祈願書として創建されたと伝えられる。しかし、剣務三年には、足利忠義が、福山城、大江殿氏を破って、社殿も消失している。勘奏二年、不解城主の加藤正人の四代の孫にあたる象徴が、社殿を同地に再建して、三上を祀った。その後、 高山城主の石川氏により祈願書として採点が行われてきたが、天正三年の陛下により、社殿を含めすべて消失した。毛利輝元が統治を領有していた、天正四年に、神都や宇子らが社殿を再建し、また祭神は、かつての三神に、天照大臣と、国の男たちの命の二神を合祀して、現在の御神となった。遠方六年、社地を。 現在の場所に移転し社殿が改めて建立された。旧社地は通行人や参勤交代の諸行らが通る山頂の山陽道を見下ろす位置にあったため、神の戒しめがあるという理由による。明治2年、社号が現在のカルベ神社に改められた。岡山県総社市静音カルベ。ありがとうございます。